希望の国から参りました、のぞみ姫です。よろしくお願いします。はい、郵便の国から参りました、みやび姫です。よろしくお願いします。ありがとう。はい、果実の国から参りました、いちご姫です。よろしくお願いします。はい、音色の国から参りました、かなで姫です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私たち岐阜の姫隊はこの岐阜県岐阜市、まあ、ここが鏡ヶ原市なんですけど岐阜県岐阜市を中心に活動しているご当地アイドルグループです。今日ね、初めて見たよって方結構いらっしゃるとは思うんですけど、ぜひね、岐阜の姫隊って名前だけでもいいので覚えて帰っていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてですね、私たち、この後30分ほどあちらのブースでグッズ販売もさせていただけるということ で、ね、CD とかも販売してますので、ぜひね、お越しいただければなと思いますし、この後ね、はい、県庁前の方に移動しまして、中村さんとアンガールズさんに、はい、一緒にね、移動して一緒に移動して、県庁前のハウジギャラリーさんの方にも出演するので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではそれでは続いて2曲続けてお聴きください。未来だ、いつけものいなく
絶対プリニクラブ。岐阜の姫隊です。岐阜の姫隊でございます。
よく間違えられるのが、私たち岐阜、漢字岐阜で脳で恋恋のと愛のとかの知るの脳で姫隊って書くんですけど、よく脳姫隊って呼ばれがちなんですけど、脳姫隊なので、ぜひね、多分知らない人とかに声かけられたら、これ脳姫隊やでって言ってくれたら、そう多分ちょっと知ってる感じになるので、知ったかぶっちゃって大丈夫って言ってくれた皆さん、はい、なんで、はい、ぜひぜひ覚えていただければなと思います。それと私たちメンバー募集も随時行っていますので、少しでもダンスとか歌に興味がある女の子、女の子小学校ぐらいから25歳ぐらいまでの女の子を募集してますので、少しでも気になったらこの後私たちに声をかけていただくか、岐阜サンクス公式ホームページまでよろしくお願いします。はい、お願いします。そして、続いての曲はですね、私たちやっぱり岐阜の姫隊なんで、岐阜を盛り上げるためにあるグループなので、はい、岐阜に関しての曲がもうギュッと締め付けられた、歌詞がね、締め付けられた一曲があるので、はい、どこにね、岐阜の名物が入ってるのかとかね、探しながら一緒にね、手拍子とかねしてもらって、盛り上がっていただければなと思います。それでは2曲続けてお聴きください。ずっとでエレ岐阜、皆さんで一緒に手拍子よろしくお願いします。
戦国心花。岐阜濃姫隊。